こんにちは、白井ミュージックの白井としみつです。白井がやってる楽器屋だから白井ミュージックやねん。本当に僕ドクターキャピタルさんが大好きで、動画もし見たことない方は見てもらえると、いろんな音楽の仕組みを、説明していたりとかですね、素晴らしい、なんか動画を上げていて、ちょっと前までまだ来日してるのかな、日本にいらっしゃってライブとかされていて、ちょっと僕スケジュールどうにも合わなかったんですけど、本当はライブ行きたかったんですけど、こうね、好きっていうのはやっぱり好きだってアピールしなきゃいけないと思って、だからちょっと今回はこのドクターキャピタルさんが好きだっていうオーラを出すためのね、今回のこのために僕買いました、グリーンバックということで、ギターを持っているということで、実はギター関連の製品っていうのが中心にはあるんですけれども、ドラマーも結構使えるし、ベーシストもキーボーディストも使える、もうとてもね、今のライブパフォーマンスとかにはもう欠かせなくなってきてるんじゃないかなという、僕も大好きなこちらのご紹介です。ボスのループステーション RC1 のご紹介です。はい、それではですね、RC1 の基本的な挙動の解説をしていきます。まず一度 RC1 のスイッチを踏みますと、赤いランプがつきまして、ループのレコーディングが開始されます。もう一度踏むと、そこがループの終点ですよということで、ループが頭に戻って再生しながら、さらにですね、音を重ね取りすることができます。そこまでちょっとやってみますね。はい、このように、ループされています。重ね取りします。はい、重ね取りされましたね。これじゃない方がいいなと思ったときは、一度長押しします。これで先ほど、レコーディングしたものが消えます。でもやっぱりさっきの方が良かったなという時にはリドゥができます。もう一度長押しします。はい、さっきのフレーズが出てきました。ではですね、さらにこれに、緑の状態ですと、ただループがスタートして、ループが流れていて、その上で自由に弾くことができるんですけれども、もう一度踏むとオーバーダブモードになります。はい、オーバーダブモードになりました。はい、再生モードにしました。このようにループを作ることができます。で、2回ダブルクリックのように踏むと止まります。ちょっとやってみますね。はい、止まりました。で、もう一度踏むと、ループの頭から、始まります。はい、で、このループを消したい場合ですね、長押し、2回押して長押しすると、このね、赤いランプが点滅して、これでループが消えました。また再度ループを、ね、始めることになります。さて、 RC1 では先ほどの挙動以外にもカスタマイズすることができます。例えば、今からやるのはですね、まずループ始めまして、ループの終点を決めました。そうしたら、先ほどはオーバーダブモードになっていたと思うんですけれども、それを再生モードにする、ね、そういう変更の仕方です。はい、一度このようにプラグ抜きまして、これで電源が切れます。踏みながら電源を入れます。これで設定モードで、この半分上半分に赤い、LED がついています。これをですね、ダブルクリックすると下に
変更されます。これでその設定ができました。でもう一度押しますと、はい、緑の、ね、ランプが上に来ています。これは停止の仕方を変えるという、印です。これをですねもう一回ダブルクリックすると、ね、変わりました。これによって、何が起こるかと言いますと、またちょっと再起動しますね、止めるところが先ほどはダブルクリックした2回目で止まったと思うんですけれども、ダブルクリックしてそのループ1回、1周した終点で止まります。なんで終わる準備、ここで次終わるよっていう風な準備をするようなモードになるわけですね。さらにですねそれをしたら、今までのループも消えます、そんなモードでございます。ちょっとやってみますね。まずは、この再生モードになる、ループをやったら、再生モードになる。1,2,3,4,1。ほら、さっきは赤と緑でオーバーダブ、このモードにすぐになったと思うんですけれども、今回は、こういうふうに緑になって再生モードになりました。では止めてみますね。間違えた。ちょっとね、今ダブルクリックが今判定されなかったです。はい、これが下まで行って終わって、でピカピカピカって言って消えましたよね。あの足でやるともっと、手だとちょっとあれですけど、足でやるともっと確実にできますね。ということでですね、こんなにシンプルなボタン一つなのに、自分がね使いやすいルーパーになるようにとても簡単にセットすることができます。さらにですね、この液晶の表示の仕方ですね、LED の表示の仕方ですねを変えたりとか、そういう設定もありますが、これ実は紙の方、説明書には書いてなくて、 PDF で、まあ、さらにあの追加のやつをダウンロードすると設定の仕方が書いてありますので、それを見ていただけるとおーと思うと思います。でですね、ここにストップ、アンドゥというジャックがあります。これですね、外部のペダルをつけることができて、で、例えばこれを踏んだら、まあ、ストップっていうストップ専用のボタン、そして、アンドゥ専用のボタンも作ることができます。なのでまあ一つだけでもできるし、より分かりやすくしようと思う場合は、プラスで5000円のね、ぐらいで売ってますので、そのスイッチを買って、そういう延長して拡張することもできますね。はい、ということでですね、この RC1 色が黒いです。実は通常は赤なんですね。この黒は2018年限定の、ね、これグリーンバック楽しいですね。これからちょっともしかしたら積極的に使っていくかもしれません。こんなこともできるのかな、どうです。あ、なるほど、ちょっとありかもしれない。じゃあちょっと作ってでは話戻して、インプット AB、ね、アウトプット AB とあります。なのでステレオソースとしても使えるね、もしくは入力系統、出力系統を変えて、使うこともできる、ね、ということなんで、ミキサーとかつないで、マイクをつないで、例えばドラムを1本でこうリズム取りながらとかですね、いろんな使い方がこれで、想像できると思います。ぜひぜひ、ルーパー躊躇していた方は、まあ、この機会2018年に、僕とおそろの黒、もしくは僕を避けて赤、はい、どちらかですね手に入れて遊んでみてもいいんじゃないでしょうか。ということで、なんかいろいろね、見ていったら、もしかしたらちゃんとルーパーの YouTube 動画ってそんなにないのかもしれないと思って、これでプレイしてる人のはあるんですけれども、機能説明とか、もしかしたらすごい面白いかもしれないので、こういう動画ですね、増やしていこうと思います。ということで今回ご紹介したのはボスの RC1 ループステーションのご紹介でした。白井ミュージックの白井としみつでした。白井さんのやってる楽器屋だから白井ミュージックやねん。